ミッション146、リング破壊作戦後編。リング何回、4回目ぐらいか。地球防衛軍10が始まるのかな、倒したら。もうワープしないんでしょ。もうワープしないって言ってたけど、でもリング倒すと真っ白にならなかったっけ。いつも抵抗だ。ワープしない、しない。え、前は転送装置を壊した。クマさんに取らせるか、回復持ちの。取られたぞ、誰かに。お、雷神をちょうど一回で溜め切れるわ。とりあえず壊すよ、いろいろ邪魔すぎるね、あれ。なんかシャアがおんねやけど。シャアは壊せ。援護結構いるじゃんね、むしろ。あ、ほんと、赤シャア久しぶりやな。お、シャア一発で落としたった。あれよ、あ、落ちた落ちた。おお、いいね。おお、任せよ。じゃあまたなんか呼ぶんだ。ちゃんとあいつだ。ほら、落ちた落ちた。おお、いいね。実はいいね。任せよ。多分無傷ではないと思うけど。わ、でも落ちたけど生きてるあいつ。俺はちっこいドローンやる。いろいろ壊せる。弾が遅くて変射が、変センサが。よし。まだシャオル？まだおった、奥にあいつ落とした。もう奥のね、どっから来るかな。バック風が強くなってシールドでガードされてもダメージが。背中から当たる。与えれたりするようになる。こい。からのこうだ。もうシャオなんで。奥の方よ。近場にはいない。背中に当たるな。こっち来い。背中に当たる。違うんだ。そうじゃない。一発300はえげつねえな。アサルトで一発300か。序盤のスナイパーだよ。締めんなよ。よし、落ちた。転送装置を終わった。転送装置なんかあった？あの、クラゲの円盤。クラゲ？そんなあった？うん。空飛んでるやつ。普通の輸送機。タコちゃん倒しますか。タコタコタコ。ジェクサーいいわ。タコライトホール。じゃあ任せる。ライトホール。何？避けやがった。動きが早い。ライトホール下がってる。いや、当たってね。かわされてるじゃん。左のタコが生きている、痛い。めっちゃ落ちとった。早く取り返ろう。取りに行こう。フェンサーがやられてる。そんなないのか。まだおりやん、あんなとこにタコが。弱かった。ビルに加工加工じゃねえな。ビルに逃げられると攻撃ができない。さあ、とりあえずザコは一通り終わったか。詰めますか。なんか上にいるんだけどな。なんだあれ。ああ、高いなドローン。飛行消費がやばい。これ一回70万使う。何、飛べるやつできたの？いや、あ、最新のコアで飛べるやつ一匹だけ当たった。まあ、あれは無視していいよ。下まで行って破壊してきてよ。誰か高度が高すぎる。穴見えんのどこだ。俺が行かなきゃいけないの。場所わかんない。普通に向かってるけど。何言ってんだよ。リングこの辺か。今まで何回落としてんだよ俺。いつもあのたどり着く前に落ちてる。リング線あったあった。俺はいつもリング戦はなんか過去に戻るとき記憶を失ってるんだな。俺がここを攻撃したことほとんどない。あれまだ壊れてない。クソ。
ほら撃て。もう中破した。ってことはそろそろ敵追加する。やったぞ、成功だ。反転。いいだろ。成功。さあ、なんか来るか。ワープしない。よし、真っ白にならない。終わらんぞ。じゃあ代わりになんか来るよ。真横にあった。落ちるぞ。上から来るぞ。飲まれるんじゃない、こんな感じ。あー、異世界にワープするとか、敵のラスボス戦。あれ回ってんの。アイテム落ちてる。リングが回転、上下が反転したようです。反転、仮面ライダーだ。ライダー反転切り場みたいなのがあったでしょ。 V3 反転してみたい。リングを落とすことはできないのか。事故がなければ、うん、あれって事故だね。お前死にかけか、どうすっか、回復してやるか。一人だけ上下にある。リングの制御装置は2つあったのか。全開しやがった。じゃあタカちゃんが上からスプライトホールすれば壊せんじゃないか。無理です。赤いパーツを攻撃しろ。貫通はしません。赤いパーツ 500m は距離届かないよ。これ 220m ぐらいのアサルトと、まあロケランは無限だけど。お、なんか伸びてきた。わーお前のやつだ。いつものやつだ。今足元向かってんのに見られた。新型戦、あいつ。雷神撃った。撃ち落とせ。頑張れ。すげえ、間壊してもくっつくやん。頑張れ。うわ、敵弾兵が来た。足元敵弾兵はちょっときついな。地上の敵を一掃するつもりでしょ。倒して倒して。じゃあ始まりにいいのか。頑張れ。着弾させてんだよ。頑張れ。動いてね。いえ、クソマジか。援護頑張れ。俺のどっちが先に死ぬかな、タカちゃん。ダメ8じゃねえか、ここ。結構いいから、結構できてんの。え、壊したやろ。壊れた壊れた。タカちゃんが生きてる。意外や。完全に停止させるためにはここの登ってみよう。今日いる、超来てる、超来てるよ。高い。一部分を破壊すれば再接合のため攻撃を休止する。うわー、撤収。無理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 。わあ、タカちゃん頑張った。私誰もそこにいないよ。落ちてねえよ。タカ君ヘルプ。アイテム取るよ。あの方諦めてねえから。諦めてないんで。諦めてないんで、はよ。お。プロだぞ。お、プロが来た。哲也さんは。アダマス。哲也さん戦いのプロだから。当時嫉妬ばかりしていられないんだ。トガー君ついでに落としていってよ。スーパーアンドロイドにゼロ距離でボコられましたわ。くそ、ちょっと広場ねえんだもん。あ、それか。仲間も全部クマさんに渡してるから。まあクマさんはクマさんで裏で今全部引っ付けてくれてるみたいな。回復仲間は全部俺じゃないです。え、マジ。カフィエルが持ってってます。マジかよ。1体しかいねえ。もう残り1体だって。しかも壊れた。壊した。やったか。3万与えといて。ガビオンを復活させて。やったぞ。どこや。音楽変わった。あとザコ倒すだけか。それ負けクラブや。音楽。仲間が起きた。まあ、今回ラスボスっぽいのがね、出てないから。こいつがラスボスじゃないんなら、なんかいるだろう。
クマさんが大型と戦っとる。大型すぎて。大飛大飛。大型とは戦ってる。俺はそれ一匹に引かれたもん。バカめ、感触玉を舐めるなよ。リングはなんとか墜落を免れている状態だ。ビルなくても大丈夫。あるリングどうしてんの？まだ飛び続けるんだ。いる。ビル縦にしてるんだ。壊さない方がいいかなと。ああ、ビルは壊さない方がいいよ。もう壊しちゃったけど、近場だけは。めっちゃ壊れる。ビルがないと死ぬよ。あいつは開けんの。またヒル出てった。あれ？何これ？放題。何これ？だから言ってんじゃん、ビルがないと死ぬよって。回復は足りません。ビルに手繰れよう。ビルは壊さないようにしよう。いいんだ。うわビル最高。ビル最高。ビルないと死ぬね。壊さないように気をつけ。お亡くなりになりました。我が君どこや。赤ちゃんの左。待てよ。あ、いた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 。とりあえず緑の部分だけ破壊して。緑よね。緑に光る部分を狙ってください。見れないと死ぬわ。バルガ君足が遅いな。バルガちょっとずつ減っていっちゃう。まだ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 ある。ただバルガが行くとビルが壊れる。登れんのかこれ。お、登った。アサルトで、アサルトでボコボコよ。ここまで近づいてきたらアサルトでボコボコよ。よし。あざーす。あっぶねえ。あ、いてててててて。せめて死ぬ前にこれだけ出しとこう。あの緑のどうしよう。殴る。緑のだけどん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 壊しとかないと。すごいビームがピュ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 って。ピュンピュンピュン。ピネルってなんだ。ピネルはあのバイオ4やってた時の監禁用アイテムだ。パネルみたいなやつ。宝石。ああ死んだ。中央に位置することから考えても回復が全然ないんだけど。それ降りると死ぬ。損傷したタイムマシンが不安定な状態にある。あの装置がフル稼働してなんとか機能を維持。まさにリバーシーいっぱい残ってそんなことない。ない。もしそうならスピネルがリングの弱点です。ちなみにこの攻撃を受けつけてない。この触手もアイテム落とすから触手壊せばアイテム出る。ガズン助けて。あれ水の中落ちちった。マジか。上見てあったら水の中だ。降りてこいよここまで。俺を狙ってこい。まだあの緑いっぱいのところにアイテムありそうだ。降りると死ぬなこれ。お、なんか壊れた。僕はなんか遠距離武器ない。カワ君が雷神持ってきてんじゃない。よし、雷神で壊しながら近づいて。よし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 。俺の周辺だいたい昼夜の下か。俺の真上。よし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 。お、なんかすっげえアイテム落ちてきたよ。おお、3つ連続で壊れた。ナイスナイス。これで回復もいっぱい出た。カー君助けてくれ。そしてそのまま回復アイテムを取って生き返ろうぜ。もう1個ぐらい壊さないと危ないか。また出てきた。また出てきた。俺の真上もよろしく。無理か。バルガー君は素振りするしかできない。一応落ちるのか。うん、落ちたけどまだ。あ、終わった終わった終わった。これ
あ、落ちた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 。もう一匹いるけど、まあまあまあ。チャンスチャンス。どうぞ近づいていけ。ボスお願いします。いたー。こっちも早く。もう一個落ちるはず。そこも落ちたな。で、あれが根元の。当たれ。終わった終わった。当たらない。はあ。助けて。全然そこに回復いっぱいあるから、ちょっと残しといて。いい。3個1個ぐらいは。もうちょこい、もうちょこい。よし、よしよしよし。オッケー、これで俺も。そうよ、レンジャーは敵の真下で戦う職業じゃねえんだよ。撃ち落として。遠くから狙撃をする職業だ。まだ緑いたのか。いる。あ、でかい緑だ。ピネルどーれだ、あれか。よし、こうなるとやっぱスナイパーライフルの方がいいな。敵が動くとパーン。もう一本で緑終わりだ。予測しながら撃たなきゃいけないけど、動きも変だなこいつ。帰ろ。外しやがった。あ、ごめん、落ちたはず。緑よ、外しやがったな。いや、もう重なっとうと思ったから 2、3個落ちたはずだけど、緑よ当てて。いや、緑のね、後ろの部分に当たってて、俺、緑撃ってたから見えてた。緑の繋がってる部分が。よしよし、1個目落ちた。もう大体大丈夫だよ。大体大丈夫、こういうものが大丈夫。バーウェイに撃って帰ろう。え、もう一回生えてくるから。まだだ。コア出た。だからまあ。マジか。守りが硬すぎる。出たがあるんでね。どういうことか。そんなことです。わ、え、そっとか。空から落ちてきて、地上に着地することもなくゼクサに撃ち抜かれてる。強打かれる。あ、でもまあ殴れる。スーパーノイルだけを倒してみたい。スーパーいる？スーパーノイル。高い方ね。でかさが。死ぬ。こういうのしかいねえ。普通のやつは余裕だ。まとわり疲れてる。無限脇かこれ。いや、あ、挽回脇。タカちゃんバルが今乗ってんの。そうメインタテどこアイテムを出せ。アイテムをなんか海にアイテムしとけ。ええわ。特に回復。海はね危ない。海に落ちてるのはあの触手のアイテム。取れるけど帰ってこれなくなるかもしれない。足元が血の海だ。あと1体なんだこれ。回復。オッケー。本体はまだ殴らない方がいい。いや、いいよ。触手完全に倒したから。オラ撃て。いや、だからいいって。バルガの周りをなんかくるくるしたやつ。また次のおかわり来た。箱で防がれた。お、次のバルが呼んでんじゃん。はい。開けよ箱。あのビルは壊さないで。真ん中から動かねえ。有効に使ってる。上見たら上がぐっちゃぐちゃだった。あ、またいた。特殊系は全部終わったっぽい。
またすぐ出てくるか。あとは上を削る。またタコちゃんがイカが来た。回復欲しいな。死に物狂いだ。ちょっともらうか。わわわわ、あれは当たんねえな。一回やめろ。よし、はあ、ちょっと安心。イカもあの距離でちょっと。てえ。とりあえず撃ってダメージはバルから受ける。ライフで受ける。ライフできる。ビーム痛えな、これ。よしよしよし、1体だ。ビームを撃ってる触手を撃てばいいんだよ。ほら、こんな感じで。近くに来た。うらぁ。召喚。まだ召喚。イカパンチ。食しちゃん。イラが割と回復落とした。あっと、おかわりの砲台が来た。殴りたい砲台だ。これ無理じゃない。食い上げ。オッケー。決まった。え、なんだよ、もう。いいだよ、こんな明るいわ。すげえ、なんか緑色のすごい色足。下にアンドロイド超いる。砲台破壊を助けて、ビルがなくなったよー。すげえ、3個ずつ壊れ。ああ、ダメだ、死んだ。ダメージ超くらい、わー。やばい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 。いや、急に新しい職種とか分かれたらもうどうしようもないっすよ。さあ、クマさんの撮影に行けるかな。あのバルガは何、体力はあるの。ある。よし、俺も立て。行って行って。なんじゃ、すんごい爆発した。使わせてもらおう。すんごい爆発して半分減った体力バルガが。あの人は死ぬ。時間の問題だ、時間の問題だ。3、2、1、離脱。そうだね、あんまり。うわー、無理やね。バルガン乗ったらただの的や。マサオコスでー。はいはい、頑張ってきたのに。撤収。ビルの裏、ビルがないんじゃん。急げ。誰か来たぞ、なんか。うん、よし。ああ、やった、隠れられた。隠れられない。誰か来たん。なんかイベント的には仲間が来てる感じの話してんだけど、誰も来てない。うん、いや、来てる来てる来てる。よし、なんとかビルに来るよ。撃て。なんかビルが壊れた。撃て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 。ビルが壊れる。頑張れ、ライオニック。打ち抜け。カー君、逃げるんじゃ。どこに。ほら、来てるじゃん、遠くに。NBC 来てるみたいだから、画面端に逃げて、ちょっとの間、待機。NBC が全滅するまで。自爆ったくせー。攻撃の当たらないところまで逃げるんや、とりあえず。どこや。そしたら NBC が、きっと、なんとかしてくれる。やべえ、めっちゃダメージ受ける。生き延びてくれ。遠いな、カラフ君。 NPC にお願いするしかない。あの砲台を避けるのかどうか。いけいけいけ。やばいやばいやばい、ここまで来てミスか。体体力ある。お、非常に立てた。急に触手が全部復活とか、ちょっとそれは知らんかったら対処できんわ。いや、言ってんじゃん、さっきから。逃げろー。取らして。段階分けって雑魚のことやと。触手が段階分けするとは思わんわ。だからまた生えてくるって言ったじゃん。
は一体何に撃たれたのか、無限に撃たれるねんけど。そら全部の職種が狙ってるよ。アライヌ PC は敵を倒してくれているのか。いや、そらす。いや、動いてないはず。取りに行かないと始まる。ピクリとも動いてない。じゃあ、科学のあの NPC のところに行った方がいいのかな。いて。またにはなってるはず。さあ、生きていけると、たどり着くことはできるのか。160しかない。またちょっと崩れた。いくつかはあるはず。ビルの裏に隠れた。隠れてもね、はい、真上から来るから無駄なんだよ。攻撃されんの、ビルの裏に。お、ちょっと増えた。よっしゃ。増えたけど、マシンガンがやべえ。NPC の元にたどり。NPC どこ？もうすでに3人ぐらいしかわかんねえ。そこの死体2人起こしたらいいか。タカちゃんも貢献見たら敵が倒れてるかどうか判断するんじゃない？何も変わってません。つまり敵は減っていない。おおおお、なんだ起こした。居場所はあるのかない。ねえよ。居場所があれば3人が一気に回復するんだけど。うわあ、4! 綺麗だな、ここ。武器変えよ。武器変えよ。全部完全復活した。俺4ってことは、クマさん2やったんかな。俺8。8か。ハーフが生きてるよ。生きとるけど。あと一発でしょ。これもリカバリーどうしようもないでしょ。死んでアイテムもらって帰ろうぜ。4 2 1か。帰ろ。この上のアイテムだけ取って。上に出た瞬間に死ぬんじゃね。死んだ。帰ろう。ロケランよりも、スナイパーライフル。遠距離武器に変えてやる。さあ。あ、でも装備めっちゃある。退却。フェンサー、照射、バスターボム、ビーコンガン、ライフベンダー。ライフベンダーでしょうかな。まだいけるかな。